秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまは緑化推進などに貢献した団体などを表彰する式典で挨拶をされました。重要な役割を担うかけがえのない緑を将来へ着実に引き継いでいくことが大切です。そのためには私たち一人一人が緑への理解を深めることが第一歩ではないでしょうか。佳子さまは11日午前、東京都内で開かれた森と花の祭典、緑の感謝祭に出席し、祭典の名誉総裁として挨拶をされました。式典に先立ち、佳子さまは緑の文化賞の受賞者の親族や緑化活動に取り組む小学生らと懇談されました。